こんにちは、 CRD です。最近はですね、ダンクだとかエアジョーダンシリーズとかですね、ここ数年ずっと売れ線だったナイキのスニーカーのモデルがですね、ちょいちょい売れなくなってきてる現象が起きてます。つい最近着てたダンク2色、これらに関してはショックドロップでゲリラリリースされたんですけれども、その瞬間は一旦売り切れたように見えたんですけれども、すぐに復活してスニーカーズの在庫の欄にね出てくるようになったんですよね。あとはこのジョーダン6、クロームカラーが出てますけれども、これも一昔前だったら完売してたモデルですね。そしてですね、僕の大好きなスニーカー、このエアマックス97OG もね、今年復活して僕もね動画で扱わせてもらったことありましたけれども、2017年の復刻の時には非常にね人気があってプレネまでついてたんですけれども、今回に関してはですね、普通にお店で買えるような感じで余ってて、プレネどころか定価終わってる状態なんですよね。まあまあめちゃくちゃかっこいいんですけどね、物はすごくいいと、もったいなくてまだ履けてないですけど、まあ、またいずれレビューするとしてですね、こういった数年前だったら人気だったモデルもですね、だんだん落ち着いてきてて、特にエアマックスとかダンクとかそういった系統に関してはですね、もう多く生産されすぎて飽きたっていう方もね多いと思うんですよね。復刻だから OG だからということで売れるっていう風にはね必ずしもならなくなってきたっていうのが現状なんですね。しかしですね、その一方でエアジョーダン1シカゴロスト&ファウンドとかですね、トラビス・スコットのコラボの AJ1 ローシリーズとかですね、こういったものはリリースされるたびに高値がついて二次流通で高額取引がされるわけなんですね。こういった一部の超人気スニーカーに関してはですね、偽物がめちゃくちゃ作られるわけなんですね。でこの偽物が作られるということに関してはですね、過去に僕も現在チェックグッズというね鑑定アプリの代表をやっている白龍さんとお話をしてコラボレーションしたりだとか、僕の考察を交えたねお話でいくつかねこのチャンネルの中でもお話をしてきたんですよね。しかしですね、こういった鑑定アプリだとか正規品だけをね売ってますよという風なリセールサイトがあったりすると、なのになぜメーカー側はですね真贋鑑定サービスを行ったりしないのかっていうところ、もっと言うと偽物対策をしないのかっていうところ、このことについて今回深く考察してみたんで、よかったら聞いていただけたらと思います。もちろんあくまで僕のね個人的な見解なんで、皆さんのね中でもいろいろこうじゃないかじゃないかというのをね考えながら見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ではまず今回のねお話を、するに至った経緯についてね少しお話していきたいと思うんですよね。最近ですね、僕が取り扱ったテーマの中で、こういった話がありました。これストック X とナイキのね、話になるんですけれども、アメリカの大手二次流通販売サイトのストック X がですね 100% 本物っていう表記をですね、商品ページから削除したっていう話をねさせていただいたと思うんですね。ストック X はこういう鑑定付き二次流通サイトのね、先駆けと言ってもいい存在なんですけれども、買い取ったスニーカーをですねまず真贋鑑定して本物だというふうに鑑定できたものだけ緑色のバッジをつけるという風になってるんですね。同じようにねスニダンとかキャリーミーとかですね、いろんな二次流通サイトでこのね真贋チェック通りましたよという風なね正規品のバッジをつけるということはね今定番化してますけれども、最大手のストック X が 100% 本物ということをね歌わなくなってしまったんですよね。これに関してはね以前の動画でお話したナイキとの NFT 裁判があります。この裁判の中でですね、ナイキ側がストック X を不利にさせようとしてですね、ストック X でナイキのスニーカーパテントブレッドなんですけれども、これをいくつか購入したところ偽物が混じっていたっていうことをね主張して、ストック X はそういう意味でもナイキに不利益を与えているっていうことをね主張したっていう風な、そういった背景があって 100% を歌わなくなったっていうのがね、おそらくストック X の行動の原因だと思います。しかしですね、僕はここで少し引っかかることがあったんですね。それは何かっていうと、ナイキがストック X で取り扱っているナイキ製品が偽物だったって言ってるってことは、ナイキは自社の製品かそうじゃないかっていうことを見極める能力がちゃんとあるっていうことなんですよね。じゃあなんで真贋鑑定をナイキ自らしないのかっていうところ、これがね今回のテーマなんですけれども、要はちゃんと真贋することはできるんですけれども、それをあえて放棄している理由、これがですね僕はいくつかあると思います。まず一つ目はですね、コストの問題ですね。前に僕がですね、エアジョーダン1の、原価の話をしたことがあったと思うんですね。その時にもお話した通り、こういった形でですねスニーカーを作るには材料だとか人件費、物流コストだとかですね、それ以外にもデザイナーがいるですとか、小売店で販売する時はその時のマージンとかね、そういったことでかなりね細々と費用がかかってくるわけなんですね。でこういったことをしている上にですね、鑑定サービスを入れてしまったりですね、偽物対策として例えばチップを埋めるだとかシリアル番号を管理するとかですね、そういったことをするとですね、さらにコストがかかってきます。このコスト的な問題っていうのは、例えば購入した後のスニーカー、これを本物かどうか見てほしいということで、もし持ち込みをしてですね、そこで真贋鑑定をするっていうサービスをメーカーが始めた場合、まあとてもやはり手間がかかりますし、そこでもしね万が一鑑定ミスが起きたもんだったらやはり大変ですよね。メーカー側の責任問題になります。なのでメーカーはですね、真贋鑑定
手であったり、偽物対策をあまりしないんじゃないかと思います。そしてもう一つ大きな理由があると思います。それがですね、偽物が出た方がより正規品の価値が上がるっていうところですね。これはどういうことかというとですね、例えば今ナイキだったらスニーカーズ、アディダスだったらコンファームド、こういったねメーカー直営の EC サイトがあります。ここで扱われているものはもちろん本物です。それと小売店、メーカーがちゃんとですね、直で卸している小売店ですね、こういったもので扱われているものは必ず本物ですよね。しかしですね、リセールサイトであるとかフリマアプリとかですね、こういったところで売られているものに関してはですね、確実に本物かどうかと言われると、もし鑑定がついてたとしてもですね、 100% 本物かと言われると、まあちょっとね、なかなかイエスとは言いにくいところだと思います。最近偽物スニーカーというのは非常に精巧に作られているっていうのがあります。このスーパーコピーがね、最近全然見分けつかないっていうのは理由があって、もともとメーカーの工場からですね、プレミアムスニーカーのサンプルなんかをですね、こういった偽物工場の人がすっごい高値で買うらしいんですよね。でそのサンプルを元に、偽物を再現して作っていくっていう風な、そういった流れなんですけれども、例えばエアジョーダン1とかね、こういったものはですね、1985年がオリジナルなんで、今の技術からすると作りはすごいシンプルなんですね。だから偽物が作りやすい、再現しやすいっていうのがあります。そしてもう一つですね、ナイキクオリティってよく言われますけれども、最近ナイキのですね、正規で作ってるスニーカーの質が悪いっていう風によく言われます。糸が飛び出てたりとか、接着剤がね変なところについてたりとか、革の質が悪いとかね、そういう風なことで言われたりすることありますけれども、一説によるとですね、フェイクで作られてるスニーカー、こっちの方がオリジナルよりもですね、クオリティが高いものがあるっていう風な話があったりするんですね。本物のオリジナルを元にして、それよりクオリティの高いスニーカーを作られたら、これはね、偽物が偽物じゃなくなるというか、もう見ただけでは本当に判断ができないようになってくると思うんですよね。まあちょっと話はそれましたけれども、そんな感じで偽物のスニーカーが多く作られていると。で、そういったものがですね、二次流通だとか、フリマアプリとかですね、そういったところに出された場合ですね、そんな精巧な偽物を見破ることはかなり難しいんで、そもそもこういう二次流通を使うということがですね、なかなか躊躇されてしまうと。そうするとですね、メーカーから直販から、買うしか防護策がなくなってくるわけなんですね。そうなると、この直営の EC サイトにみんなが殺到するわけですね。イコール偽物業者がたくさんいた方が、EC サイト直営が儲かるわけなんですね。だから下手に対策せずですね、常にみんなが 100% 正規品欲しいんであれば、争奪戦に勝って価値の高いスニーカーを買ってくださいねっていう風なね、そういったブランディングができるわけなんですね。だからあえて規制しないっていうところもあるかなっていう風に思います。もしメーカー側が偽物の規制をするとしたらですね、僕が思うに、おそらくフィジカルのこういったね、実物のスニーカーではもうメーカーは偽物対策をね、ほぼしないんじゃないかなって僕は思います。今後おそらく NFT だとかバーチャル商品、ちゃんとシリアル管理されて、どこから来たものか、誰が売ったものかっていうところまでちゃんとはっきりしているブロックチェーンですね。しかもオークション形式での販売にしてしまえば、釣り上がった金額で売ることができるということで、転売対策もできるし、プレネの分もメーカーが取れるっていうところ、こういうところにですね、 NFT の可能性を感じてて、各社今スニーカーメーカーはですね、この NFT に力を入れてるんじゃないかなというところですね。しかし今現在、スニーカー市場はですね、こういったフィジカルのスニーカー、現物を手に取って実際に履けるスニーカーと NFT などのバーチャルスニーカーでいうとですね、完全に客層が分かれてるんですね。スニーカーヘッズと言われる、昔からねスニーカーが好きで集めてるっていう人はですね、 NFT とかって今流行ってるけど、こういった実際のスニーカーの代わりになるものではないというふうにね、思うと思うんですね。で NFT に関してはですね、投資家だとか早いもの好きな人がですね、買ってる印象があります。なので僕も含めてですけれども、スニーカー好きがですね、メーカーに何とかしてもらって偽物根絶をしてほしいっていうのはね、願望としては正直あるんですけれども、ここまで考察してみた上で考えると、やっぱりなかなか、行動にはね、メーカーを移してくれないんじゃないかなというふうには感じますね。難しいところでね、本当に永遠のテーマって言ってもいいですよね。僕ら消費者が偽物対策でできることとしてはですね、まず間違いなく、直営で買うこと、これが一つですね。それと、もし二次流通で買う場合はですね、どの二次流通サービスで買うかとか、もしくは心眼鑑定アプリを使うかとかですね、返金保証あるかとかですね、そういったところちゃんと見極めるっていう、我々消費者の目利きもね、絶対大事だと思いますんで、もし抽選でね、一次流通で買えなかった場合はですね、単純に諦めるか、もしくはですね、どうしても欲しかったら、ちゃんとこれは正規品だというふうにね、自分で納得できるような審美眼をね、購入者自身が持っていくことも必要なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回この話聞いたらね、メーカーが多様なく、思えてくるところあるかもしれませんが、いろいろまあ事情はあるということで、なかなかやっぱりね、一つ一つに対応難しいみたいです。でもね、本当にね、悪いのはどこかって考えると、もう偽物作ってる業者が一番悪いんですよ。偽物作るやつがいなかったら騙される人もいないんでね、これを言うと、もしかしたらね、メーカーがそんな高いプレミアのね、限定のスニーカーなんか作ってるから偽物業者がおんねんっていう風にね、言う人もいるかもしれないですけれども、まあでもね、100均とか言ってもそうですけれども、流行り
りの製品とかスタンダードなものって絶対ね模倣して作る業者とかって出てくるんですよね。だから僕はねこのメーカーとか二次ルーツの会社とかもうちょっとしっかりしてくれよというふうに思うところもあるかもしれないですが、元はといえば偽物作って売ってるやつが一番悪いんで、怒りをぶつけるんであれば本来はそこかなっていう気はしますね。ちなみにですね、日本の法律、偽物のブランド商品とかメーカー品っていうのはですね、売る側がそれを偽物と把握していた場合も把握してない場合もですね、キャンセルすることができるんですよ。たまに偽物っぽい感じのね商品だとかフリマアプリとかで見られますけれども、ああいうものとかでノークレームノーリターンとか書いてたりする人いるんですけど、日本の法律的にですね、偽物をノークレームノーリターンって絶対できないんですよ。だから法律上はですね勝てるし全然無効にすることはできるんですが、やっぱりめんどくさいですよね。普通に出品してる商品がレアスにばっかりで、しかも相場よりちょっとだけ下ぐらいの値段で売ってたりとかするみたいなね、そんなあったらねちょっとね要注意ですよね。皆さんの中ではいかがですかね、こういう出品者から買わないとか、ここのサイトを使わないとか、何かね偽物につかまされないように自分で心がけてることってありますかね。もしあればねコメント欄で教えていただけたらと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。 CRD でした。風が通り抜けるアウトサイドインサイド素足みたいな感覚フリーダム1秒で吐く難なく楽すぎて麻痺する感覚スニーカー込んでも吐くサンダルアムグースーツで決めるサ